おはようございます。長峰です。今日はですね、こちらじゃじゃーん、取り扱い注意盆栽届いたので、これの開封していきたいと思います。ショップ名は UK 盆栽さん、読み方合ってるか分かんないですけど、遊ぶ恵む盆栽 UK 盆栽かな。さあ、まあネットでね、盆栽買おうと思って、検索するとおそらくこのショップにぶち当たると思います。なんかね、いろんなところでショップ出されてるんで、見たことある方多いかなと思うんですけれども、 UK 盆栽さんね、僕も何度か利用させていただいて、風強え、ちょっと揺れるね、風強いから、すいませんね、酔わないで言うほど揺れてないのかな、見てるときは。風強いからめっちゃ携帯がうわうわうわってなってます、すいません。まあ知ってる方は知ってると思うんですけど、本当に UK 盆栽さんね、僕も何度か利用したことがあって、ね、一番多いのはね、やっぱ種売ってるんですよね、 UK 盆栽さん。僕はね、 UK 盆栽さんからよくね、種を買います。盆栽の種で届いたのがこちら、じゃじゃーん、三河黒松の種。去年ね、三河黒松の種撒いたんですけど、なんかね、ハムハム法とか言って、そのピンセットで未生で出てきた苗をハム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 ってやったら、短く止まるんじゃないか、成長がっていう説をね、立証しようと思って、この出てきた苗全部ハムハムしてたら、ピンセットで、そしたら全部枯れたっていうね、最悪の検証結果になったんですけれども、それのねリベンジをちょっとやっていこうかなと思って、また三河黒松の、風強っ、三河黒松の種ゲットしました。で今見たんですけど、こちら UK 盆栽で合ってますね、 UK 盆栽、うん、大阪府の池田市にあるようです、 UK 盆栽さん。すごいですよ、楽天市場、ヤフーショッピング、アマゾン、ポンパレモールとかに出店されてるみたいです。すごいですよね、この展開の幅が。楽天の中では結構ね、何度もこの盆栽部門とかで上位を取ってるような有名なお店です。松吉さんもね、たまに名前出されてるんですけれど、そういうお店で買ってみました。で、三河黒松ってこれですね、これの種、こうなるまでにまあ20年30年ぐらいかかると思うんですけど、まあここから頑張ってみようかなと思います。で、種が一つ、あとね、なんかいろいろ買ってみたんですよ、お試しで、いっぱいあるんで、ちょっとね順番に出していこうかなと思います。あとはこれ、なんだろう、昨日ね、松吉さんとこのオンラインセリ市の出品者だけで忘年会やってたんですよ。忘年会でね、ちょっとビール2本とワインと氷結飲んで、ちゃんぽんしてたんで、ちょっと変な酔い方してしまって、気分悪い二日酔いなりかけみたいな。で、二次会で妻とね、飲んで、ちょっとね、飲みすぎた。なので、ね、今日ね、太陽上がってるんですよ。遅い時間だから。いつも真っ暗じゃないですか、動画撮影してる時。だからちょっとね、今日は寝坊気味でございます。で、もう一個、これ、じゃじゃーん。あれ、寝かきです。植え替えするときに根をほぐすための道具、これの1本のやつが欲しかったんですよ。この1本のうちにあるのが、これの4本の葉でグググググっ
ていつもねこの根をほぐして根鉢をほぐしてたんですけど、あれだとどうしてもこのほぐれすぎちゃって根がごっそり取れちゃうんですよ。こうやってるとこうやってるとここにこの4本の葉がついてるんで、この根を引きちぎっちゃうんですよね。だから1本のやつが欲しかったんでこれ買ってみました。もともとはこれ買うために UK 盆栽さんのとこ行ったんですけど、ついついねなんか他のものまで買っちゃいました。で次がですねこちら、じゃじゃん、苔じゃないですよ、芝生じゃないですよ。これね三河黒松の未生苗でございます。結構入ってんな、30本ぐらい入ってんじゃないかな。ギッチギチに三河黒松の未生苗が入ってます。まあ種から育てると時間かかるんで、去年全部枯らしてしまったんで、もしそれが育っていたらっていう体で作ろうかなっていうことでこれ買ってみました。結構高さもね低くできてるんでこれはいいっすね。うん、なかなかいいですよこれ。未生2年目かな3年目かなぐらいだと思います。が2つ、買いすぎだろ思うんですけど、まあこれねいっぱい曲入れていきたいんで1本ずつちょっと多めに仕入れておきました。これ曲入れてね今年全部鉢上げしていこうかなと思っています。三河黒松の未生苗2年目か3年目かぐらいだと思います。あとねこちらじゃじゃーん、これ三河黒松の曲入りの苗でございます。黒ポット苗ですね。三河黒松曲入り、これも、おそらく未生5年とか経ってると思うんですけど、まあ、この曲入りの三河黒松をまた自分でね好きな曲入れて楽しんでいこうかなと思っております。なんか種で買ったやつと、未生苗とあとこれね曲入りの苗で、この年代の違う三河黒松を同時に育てていくのを楽しんでいこうかなと思います。本当はね去年買った種が育ってれば今年未生1年目の苗が手元にあるはずだったんですけど、それを失敗したんでもう時間をねお金で買うっていうやり方をしてみました。未生5年目以上経ってると思います。三河黒松未生苗曲入りでございます。あとじゃじゃーん、クジラ何でしょうか。これ当てれたらすごいな。葉っぱがないんですけど、これ見てわかる人います？これねカラマツ、松です。唯一これ以外僕知らないですけど、唯一落葉する松、針葉樹、カラマツ。珍しいですよね。落葉する松があるんですよ。で、おそらく春になるとここからねまたわっさわさと生えてくるのかなと思いますが、若干ね足元曲入ってるけど足んないですね。もうちょっとグッと入れていきたいと思います。いつ入れたらいいんだろうな、春ぐらいかな、春前くらいに強い曲をね入れ直して、で盆栽ボッサ風に仕立てていきたいなと思っています。枝の数もね結構あるんでこれも面白くなるんじゃないかなと思います。唯一落葉するカラマツ、珍しい品種でございます。まあ、カラマツ自体は珍しくないんですけど、この落葉するっていうところが珍しいって感じですね。
はい、ということで今日は UK 盆栽さんから買ったもののご紹介でした。ミカワクロモツの種、そしてミカワクロモツの実生苗からのミカワクロモツの苗、だから0歳1歳から2歳でこれ5歳ぐらいの年代の違うミカワクロモツ、あとこれかな、じゃじゃーんと根かき一本葉、これも欲しかった。そしてカラマツでございます。いっぱい買っちゃった楽しいですね、買い物って。なんかストレス発散になるというか気持ちがいい。届いてしまうとね、なんでこんなにいっぱい買ったんだろうって思うんですけれども、またね、ここから盆栽をね、いろいろと楽しんでいきたいと思います。今の棚場で、松白がどの程度育つかっていうのは、僕自身まだね全然知らないんですけれども、おそらくこれだけ日が当たれば、黒松でも生きていけることができるでしょうということで、ここからね黒松楽しむ盆栽生活をやっていきたいなと思っております。で、心拍好きなんで心拍もやっていきたいんですけど、心拍のねまだねこれだっていう品種に出会ってないんですよ。イタリガー心拍もね触ってみたんですけど、ぶっちゃけあんまりいい感じはしないんですよ、僕の中で。糸魚川心拍が心拍の中で最高だみたいな感じで、海外でも結構名前は知れてると思うんですけど、僕が触った感じではそこまで本当そんないいのかって思っちゃうんですよね、 見た感じとかで。名もなき心拍の方がこの波長が良かったりとかもするんで、その名もなき心拍、波長のいい心拍で、それでかつ杉っぱになりにくいような品種とかがあったら、そういうものをね捕まえてがっつり増やしてって、それで楽しむっていうことをやりたいんですけど、心拍はねまだそういう波長のやつにちゃんと出会ってないというか、何個かあるんですけどいいのが、でそれを挿し木で増やしてみて、どこまで、いい心拍の波長なのかっていうのを見極められてないので、まだ、ね、心拍がっつりはやりきれてないんですけれども、そういう心拍に出会ったらがっつりやっていこうかなと思っています。クロモツはね、僕はミカワクロモツいいなって思ってるんで、ミカワクロモツを中心に集めてみましたやつですね。で、カラモツはお遊びって感じです。風強い中すいませんね、何度も携帯揺れちゃってうーってなってたでしょ、ごめんなさい。今日終わりです。はい、UK 盆栽さんでいっぱい買い物しましたよっていう報告でした。水巻き、今日も DIY 頑張っていきたいと思います。あ、そうだ、 DIY さ、やっと壁、リビングの壁紙貼れました。いやー大変だった。こんな話もねまたいつかやりたいと思います。じゃあ今日は以上で、水巻きます。 DIY 頑張ります。バイバーイ。